日は朝から、2本打ち合わせがあります、都内で。ということで、都内に今から出かけます。行ってきます。台風一過。暑いです。一応、ヒーロー3持ってきます。ではでは。目の打ち合わせが終わって次に行きます。花火の力で日本を元気にする、ライトアップ日本は2011年、東北あのイルカ島も横にカフェがある。あ、そう、いや絶対そうですよ。で、結局来た時に楽しめる場所がなきゃ意味がなくて、イルカが自由に泳いで飛んでいくところの横でカフェがあって、こっちの綺麗な海も見れて、でここでスノーケリングをしながらドルフィンスイムをするわけですね。で最後ここのところに港があるんで、この港使ってここからオーシャンアクティビティ、他のカヤックとか他のものも全部やっていける。これイルカは夜とかもここですか？ずっとここ泊まったらいいんじゃないですか？夜のイルカも、あの宿泊も全然できるんです。できるんです、はい、今終わりました。面白いプロジェクトになりそうです。帰ってきました。今日はね、打ち合わせが2つあったんだけど、1個目は、ビーバーさんで新しい映像の案件、某テレビ局のニュース番組を海外にプロモートするビデオを作るという仕事なんだけど、こういう大きな案件はいかに絞り込んでいくか、テーマを見つけて切り口を見つけていくかっていうことさえできればね、まあ大丈夫だと思うということで、いい打ち合わせでしたね。まあまあこれはいいでしょうと。次ですよ、問題が。次の打ち合わせが最高でした。高田くん、ライトアップ日本の立ち上げた高田くんと打ち合わせをしてたんだけど、ハワイにもね、遊びに来てくれて、彼はもうプロのダイバー、彼はダイビングをさせればもう本当一流のダイバーでもあるんだけど、彼がですね、日本の離島と言われているところを活性化していく、国境へ行こうというプロジェクトを内閣府と一緒に立ち上げたんですよ。で、これにとりあえず僕も映像として参加すること、まずは壱岐島の、イルカパークのリブランディングというところで映像として参加することになりました。
いやめちゃめちゃねバイタリティがあるしパワーもあるんだけど、何よりもワクワクすることをねぐいぐいとやっていく姿勢はもっと見習わないといけないなと思いました。素晴らしいよ本当に。ということで、すごいねエキサイティングな2本の打ち合わせが終わったところで、これからちょっと仕事のフィニッシュアップをしようかと思ってます。一旦これから仕事に戻ります。今、運動会に向けてナイトトレーニング始まりました。 OK? よーい、ドン。ということで、マハロー for another beautiful day. I'll see you guys later. Bye for now! Bye for now! Bye bye!